まあそうですね、だいぶ見てはりますけどね。これ先持って帰っといこの、これも売り物ですか？いや、これは売り物ちゃうんですよ。これはどこも売ったらはりませんね。さあ、ね、みんな、それは売り物ちゃうってみんなに言われます。さあ、だっては貴重になってくるのかもしれない。皆さん言われますね、そうやって、うん、昔はもうみんなあげてたりはず。そう今はもうおまけで、またプレイしてたぐらいだったな。やっぱ職人さんが好きなのやってるんでしょうね。ああ、そういうことですか。ヘビに握ったらどつくような人じゃない？ヘビ？何をどんだけ？これ。これをどれ？どの値段で？5,000円。きつい、きついっすね。せめて8,000円。うん。ガラクタ出てる？出てます、出てます。その時残ってたら、あ、はい、また多分残ってます。今日はお兄さんどこから来てるの？僕、滋賀県のどこ？石山。お姉さん？いや、違う、違う。じゃあ、その時まで、はい、これは何なのかな？あ、大皿でしょうね、うん、同じ作家さんなんで。はい、全部全部これぐらい全部やったら、こんにちは。いつもお世話になってます。Regarde à l'intérieur, c'est peint comme ça, à l'extérieur.
Look at that. That's, he comes in a box. That's amazing. わけで取ってきたやつをね、美味しそうなお皿に入れてやらなかったら申し訳ない。そうやって育ったの、うん、だからいいものばっかりうちあったの、うん、だから美味しそうなのがいいの。あ、伊藤萌さんなの、どこで、どこで自分です。この間ありがとうね、花沢までわざわざ。いや、こちらこそ本当にご紹介いただいてありがとうございました。新しいね、ホットヤさんとご縁もできて、うん、よかったです。ありがとうございます。あそこでいい球すごいたはったんですけどね。どこで、その紹介していただいた、まあ、宮越さんの、はい、どんな球生の人が作ってるものですね。だからね、色が綺麗、ちゃんと中にあの説明書が入ってます。顔までした。そうです、そうです、だから物がいいですね。ありがとうございます。ぜひちょっとお願いします。はい、はい、待ってます。そうですね、これは多分前が持っておられた人なんです、うんうん、ですね、当然、まあ、こういうのも全部後から作られて大事にされてた。ちなみにいくらですか。6万5千円6万5千円昔はもっと高かったですね。もうちょっと下が、今よりは下がってるんで、全体的にね、多分昔なら10万以上してたと思うんですけど、まあ、やっぱりクタニの方がちょっと高いって感じがします。クタニは値段がね、あれですね。はい、ありがとうございます。すごい上品そうな、ね、いい、いい皿ですね、本当。
美術館行ってちょっとずつ九谷のことも分かってきました。分かってきました。嬉しいですね、分かってきたら。中越さんとは会えんかったんだ。会えなかったんですよね。はい、なんか出たり入ったり忙しくされてたみたいで。これももうそんな中越さんに見てもらって。ああ、そうなんですか、うん、はっきりともう学園の人やから言わんけど、はい、いいって、いいって、もう吉田屋の匂いがするっつって言って。ああ、そうですか。はっきり宮本ですとは言わんけど、間違いなく江戸のもん。江戸の。今回です。ああ、そうですか。They want you to pay the money somehow. I guess they let you refinance just so you can refinance your thing. 僕そう思ってましたね。あ、揃いになりましたねって言ってはった。あんなよ。申し訳ない。そうだ。この赤絵は、それは大正昭和の初めぐらいなんで、それはあの配線、配線ですか、これ小ぶりですね。とっくり2本と、はい、あ、セットになってる、セットになってよく入ってるやつある。そのぐらいの大きさに、だから分かれたやつだと思う。あ、配線か。こんな小鉢で1個っていうのはないと思うんで。あ、そうなんですね。多分配線やと思う。いろいろも手がかったと思いますね。ただ持って帰るの重たい。皆さん言うなんて、持った時に重たいなってみんな言われるんで。それ3000円。あの古いもんではないんです。古くはないです。古くはないです。くたに焼きですね。くたに焼きだ。おばちゃん来へんかった下で、うん、あったねーって言うて小さいのに大いいよかなって。俺もね、下にあってちょっと左側にあるから、ね、どうぞ。仕入れでしちゃって前言うただけや。全部大学だったらな。せやせ、もうそれやもう長い目で1年通して見たの。持ってきてないね、もう。仕入れも。まあ、それはいいよ。いや、ええのあって。